それって君の悪い癖どうしてなんでと聞く前に裸足のまんまで突っ走ろう地図の先まで飛び出そう私と君とでかっ飛ばそう今すぐもっと遠くまで今すぐずっと遠くまで誰かに追いつかれる前に世界の果てまで行っちゃおうつまずいたって大丈夫私がちゃんとそばにいて君の元気が戻るまでじゃんじゃん応援してあげるなんでそんなことするかってそんなの当たり前でしょなんだろう最初レコーディングじゃなくて点2のセリフを喋ってる時に一回この曲リュックのテーマって言われて鼻歌で覚えたんですよで歌った曲だからなんとなく感じは分かってたんですけどそれに歌詞がついてもっと曲が長くなってやっぱりリュックっぽい曲だなと思いましたやっぱリュックらしさはずっと残しといてずっと元気にリュックらしく歌い続けられればいいかなと思います実は昨日の夜エンディングだけ見直してきたんですよなんかどんなんだったっけなと思って天はすごいシリアスなドラマっていうか物語だったけど編2は女の子ばっかりで結構キャピキャピしてて感動もあるんだけどやっぱ明るく元気になれる物語だと思うのでやって楽しめたらストーリー的には楽しめたらいいかなっていうそんな感じですかねお気に入りのシーンはリュックとシドと兄貴が3人で兄弟喧嘩っていうか家族喧嘩親子喧嘩をするシーンなんですけど天で会ったものが天2で初めてまたその3人で集まれてで会ったら喧嘩っぽくなってすごい家族のあったかい感じとかが出ててすごいねほんわかした気分になったのでそこがお気に入りのシーンですかね声の方が先に収録してるんですけど後で画像が出てきて全然できてない状態のユーナンとかリュックとかパインとかいてそれがこうカクカクって言って動いてるんですよでそういうのをどん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 できた段階で見せてくれて髪の毛とかも全然こうゆらゆら動いてなくて固まってるんですけどすごいすごいとか言ってで今すごい綺麗な画像を比べてみるとあ、なんか作ったんだなっていう感じがしてなんかちょっと嬉しいですねユーナンはまずほんとキャラクター通り優しくてほんわかした性格なんですよこう会うとあーリュックって言ってくれてもうユーナンはあのまんまですあとパインはそうだな天2でパインっていう新しいキャラクターができるって言われてしかも結構クールな役でなんか怖い人なのかなと思ってすごいドキドキしてたら
もうね、全然はちゃめちゃななんか性格で、ユーナンとパインと一緒にいるともうなんか家族みたいな感じで、なくてはならない存在です。ですね、映画はやったことはないんで、でもすごい自分的にはすごい好きなんで、やってみたいなとは思います。あとはね、また FF10-3 とかあったらやりたいですね。最近ちょっと犬がいて家にで、お散歩とかをしてあげたりしてますね。それがすごい楽しくて、もうほんと可愛くてちっちゃくて、そんな感じですかね、休みの日は。ですね、半身浴なんですけど、結構体にいいらしいんですよ。心臓から下にまでお湯、ぬるめのお湯をためて、あんまりお風呂に一人で入るのって好きじゃなくって、うちのお風呂って結構何人か入れるスペースがあって、お風呂だけは大きいんですよ。それで友達とかも、今からマリカん家にお風呂入りに行くねとか言って、お風呂に入りに来て、ずっと長く入ってて、とお風呂の中だと語り合えるんですよね、結構。だからそういうのが楽しくてよくやってます。こんにちは、松本マリカです。CD 聞いてくれましたか？初のソロ CD なのでちょっとドキドキして緊張したんですけど、頑張りました。次会った時にでも感想を聞かせてください。これからもリュックとパインとユーナンとよろしくお願いします。点数もずっとやり続けてください。またね、松本まりかでした。